さあ、これからですね、夜間大学という番組が始まるんですけど、 MC は私だけではございません。もう一人います。さあ、早速登場してもらいましょう。この方でございます。ディラン・グレーの大です。いや、静かね、ちょっとテンションが。こんな感じで、こんな感じでいきますか。いやー、すごいですよ、もう書き込みがもう盛り上がっちゃってますけどねまあ大体ライブの時のような感じでね、ギャーッという、まあ歓声の代わりに文字になってますけど、今日はね。そうですね。はいはいはい。というわけで、こうやって喋ることってほとんど、いや、ほぼないですね。だから期待するんですよ、喋んない人が喋るっていうのは。なるほど、ね。で、今回こうちょっとバラエティ的に始めなきゃいけないんで、はい、まあタイトルコールとか、まあ、そういうとこからちょっと始めたいんですけど。タイトルコール、タイトルコール、だからニコニコ生放送夜間大学みたいな、ちょっと明るいノリで夜間大学ってやるんですか。やるの。なんかポーズとか決めポーズでやっちゃうやつ。それできないですよ。やろうよなんか、いや、なかなかね、ちょっとこっぱずかしいやつ、なんかフュージョンみたいな、それ夜間大学ってこうちょっとリハーサルしましょうか。リハーサルしてみる。来週。あ、来週じゃあ今週はどんな感じで、じゃあ一応、じゃあタイトルコールだけちょっと向かって、はいはい、カメラ向かって一人でやってみましょう。いや、できないいや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 、やらないと始まらないもん。夜間さんやってください、ね。じゃあちょっと、じゃあ夜間さん大だけこう、はい、笑顔で、笑顔でいきます。タイトルコールでございます。夜間大ちょっと大ってこう口を咳するみたいな感じ。夜間はい、学ということで、始まりましたけどね。いや可愛いとか言われてますよ、本当にね。なかなか照れちゃいますか。できないですね。できないですか。というわけでね、まあ、こうやっていろいろやることになったんですけどね、まあなぜね、相手が夜間なのかということなんですけど、まあ、ダイナマイトトミー氏がですね、はい、まあ、トミーさんがプロデューサーでございまして、まあ、結構そのダイさんに対してめちゃくちゃやってほしいと。あ、そうですか。うん、すごいね、期待感があるわけですよ、うんうん、そのトミーさんからね。で、こう、なんですか、テレビじゃできないようなこともやってほしいぐらいな感じで一応そのトミーさんの要望を言うと、江頭さんが江頭ちゃんミサイルってお尻から煙こポンと出す、あのくらいのことをやってほしいぞと。俺がやるんですか。俺の第3にやらしたいと。そのぐらいのこうテンションでいるんですよ、あの総裁が。これ多分1回で打ち切るっすね。すんごい話題になるんですね。いや、話題になりますけどね。その時のファンってどんな反応なんだ。壊れたと思うの。うん、もう最後ですね。最後ですか、はい。ああいう江頭さんみたいなお嫌いじゃないでしょ。いや、お笑いは好きなんですけど、ええ、はい、自分は見る側でいいと、はい。すんごいことになると思うんですよね。まあ、というわけでね、まあ、やっぱりこういう番組なんでちょっとプライベート的なことも聞きたいじゃないですか、はい。最近はどんな感じのことをされてたんですか。最近はレコーディングとかですかね、うん。あ、レコーディング、はい、新しいのか。そうですね、うん、発売久しぶりに。はいはいはい、スタジオ入ってね、はい、やってます。じゃあもう結構、じゃあ夏で表に出ることはまだないです。まだない。10月から。10月から。日光に当たることは。ちょっと当たりましたね。ちょっと。はい。じゃあ一切こうなんか例えば海に行くだとかプールに行くだとかそんな感じのことはないみたいな。昨日プール行きましたけど、ね。昨日行ったんですか。川越。あ、川越。それ俺。水上公園行ったの俺ですよ。あ、そう。ちょっと若干。若干ね、黒くなってね。まだ赤いですけどね。ねえ、うん、僕ね。でもなんですか、ほら。日焼け止めってあるじゃないですか、はい、あれって本当にすごいですね。効いてますか。効いてますよ。ちょっと一緒に行ったやつの背中にね、日焼け止めでうんこって書いてあるんですよ。だから本当にこうそのうんこって字が浮き出てくる感じで、そこだけ焼けないっていうね。思いっきり塗ったでしょ。思いっきり塗ってなんかスプレータイプのやつでこうねかけてあげるとか言ってたでしょ。うん、だから口コミのなんかネットのやつあるじゃないですか、商品のあれに書こうかと思って、ちゃんと焼けないですよっつって、まあね、そんな話もしていくんですけどね、はい。でも夏とかって、その夏
過去に、じゃあ過去の夏の思い出、はい、ないですか、なんか夏、うん、子供の頃でもいいですし。いやでも海好きですけどね。海、うん、とか旅行とか。旅行最近は、うん、割とこの時期ってバンドで海外行ってることが多かったんで、はいはいはい、だからあんまり日本にいたくねえなみたいな。あ、なるほどなるほど、はい、この時期最悪じゃないですか。まあね、湿気もあるし、割と、うん、なんつう、向こうにいると、うん、割とこういい感じなんで。海外行った時って英語っていうのは結構喋れるんですか。まあ適当に適当に、ボディーランゲージとか、はい、まあボディーも使えれば、うん、まあ、なんとかなりますから。もうブロークン英語で。はい、全然。え、成績とかどうだったの、学校での。学校いいっすよ。あ、英語良かった結構じゃ1とか2とかそういうわけではなく3とか。いや基本100に近かったですね。おお、これ一番できたのは英語。そうですね。おお、すごいですね。でもそういう言葉とかでこうなんか失敗談とかないんですか、そういう。いや、いっぱいありますよ。いっぱいあります、はい、でも大概酒飲んでるんで、うん、あんま覚えてないですけどね。なるほど、はい、結構な、俺もほら今アメリカ行くのが 9.11 のテロ以降厳しくなったじゃないですか、うん、そのなんか手荷物検査とかで、ベルト外せとか靴置けとか、あれで通ろうとしたらすごいこうムキムキの巨大な黒人がこんなゴム手袋つけてこうやって待ってるから、あ、これ絶対お尻までこう調べられる、要は麻薬の売人じゃないけど調べられると思って、もうすんごいドキドキして、で通ったらあれ普通にボディチェックで終わるじゃないですか。でも今なんか体の中まで調べられる、ラインが見れる、うん、問題になったじゃないですか。ああ、なんか、うん、女性のね、そうそうそう、透けるとか、うんうん、でもなんか、あれでこうやってやられて、血調べられたらどうしようと思って、でも大丈夫だったから、ほっとしたんで、うん、よかったと思う。英語でね、いや、お尻まで調べられると思ったよとか言おうと思ったら、はい、出た英語が、俺、ノープログラム、アナル OK って言っちゃった。よく考えて、これとんでもないことを俺言ってしまったと思ったら、向こうのその黒人が「リアリー?」っつって「ミートゥー」ってカミングアウトされちゃって俺にそんなこと言わないでくれって。よかったっすね。ねえ、ほんとにこっち来いって個室連れてかれた。何されるか分かんなかったから空港で、うん、そういうことはないですよね、さすがに。さすがにないっすね。さすがにないっすか。ないっす。でも調べられてなんか連れてかれるとかそういうのもないですよね。ないっすね。うちのね、おふくろがいつもね、なんかすっごい調べられちゃうんですよ、連れてかれて。なんか同じ名前の人が、うん、なんか飛行機の中で暴れたらしいんですよ。だから必ず連れてかれて、なんかいろいろ細かく調べられて。あ、でも俺集団でいると、うん、結構、うん、税関で止められますけどね。ああ、怪しいと。やっぱりバンド系はバンド系は、ね、集団でいるとね、うん、結構やべんじゃねえかみたいなのが、こいつらなんか運んでんじゃねえかとか、いろいろ危ねえことするんじゃねえかとか、酔ったね、そういうのもねあるから気をつけないといけないですけど、まあでもね、本当夏ということでございますけど、まあ皆さん、この番組はね、本当にちょっと第三のね、はい、もう普段言わないこととか、普段考えてることとかね、うん、あとこんな、まあ、例えば映画見た、本見たとか、はい、そういうのも語ってもらえますから。わかりました。もう最近はなんかムカデ人間にハマってるというハマってないですハマってないですハマってないです。ムカデになりたい、つながってみたいとか何の役にしたいかな。何の役。そう、あの映画見ましたかね、皆さんね、ムカデ人間ね。ただ単にね、うん、気分を害すだけですよ。うん、害すだけですか、はい、つながりの戦闘のヤクザの役、はい、ね、はい、向かって、はい、役が来たらどうします、オファ ー、 でハリウッドでリメイクして結構なんか100億ぐらいかけて撮るみたいな。それ、うん、まあ出たとして出たとしてずっと DVD で残るじゃないですか。残る。ずっと後ろに、まあ、2人いるんです、うん、いるんですよね、えいますね、ねえ、3匹の方、そう